こんにちは。こんばんは。こんばんは。なんかあれだね、コンコアみたいになってる。皆さんどんな夜お過ごしですか。今日はナイターということでね。はい、今日はナイターでございます。はい、ちょっと夜遅いんですけど。はい。今日は何ですか。天皇予選直前最後の TRM。 まもなく天皇杯予選が開幕するということで。はい、翌週にね、天皇杯予選ついに始まると、もう一番最後のね、直前の TRM と。もう仮想天皇杯だよね。もう仮想、いや、もう実質天皇杯に組まれてると。相手が横浜フィフティークラブさんと。あ、強い。いうことで、神奈川県一部レベル高すぎじゃない。いや、レベル高すぎるのよ本当に。関東一部も、まあ、なかなかね、こう上が抜けなくて、去年ちょうどね、ブリオベッカ浦安さんが抜けたと、はい、神奈川県 もう一部がね、頭打ちでも抜けなくて、ついにハヤブサさんが上がってくると。そうかそうか。いうところで、まあ、今日はもう最強の相手と、絶好の相手と。いや、絶好の相手でございますよ。今日負けたらもう天皇杯も勝てないと、はい、そうです。逆に今日勝ったら、あの、来週も勝てたようなもんですね。そういうことね、はい、実質来週も勝ちみたいなところがあるんで、はい、ということで、今日はどちらまで。本日は東戸塚フットボールパークということで。ああ、そこだ、はい、あれだ、完全密着第1のデビュー戦の。そうですね、あそこで生まれたんですね、我々の完全密着が。登録者が数百人ぐらいの時だ。そうですね、その KW の略なんですかっていうね。あれね、あの初々しいくだりもね。うん、ということで、あと10分ぐらいつくのか。はい、神奈川県内の試合は最高ですね。はい、向かっていきます。向かっていく。 J リーグも開幕したということで。そうね、私は周りの総司です。私はちょっと年末ね、あの、お知り合いになった方々が多いので、はい、全チーム推しです。うわー、大人の対応。ね、去年もさ、アントラーズの試合見に行ったり。そうだね、まあ、あとマリノス、見に行ったりとかしたじゃん。今年こそはね、Jリーグもう全チーム見に行くぐらいの。そうだね、気持ちで、まあ、ちょっとそういうね、あの、Vlog も増えるんじゃないかなというふうに思います。キャナイ元気かな。キャナイでちょくちょく実は連絡取ってて。あ、本当に。この今撮影してるじゃん、明日ね、なんか所属チーム発表するみたいなことです。動画もね、これからチーム決まったら上げていくみたいなことでしたので、キャナイのチャンネル概要欄貼っとくので、ぜひフォローお願いします。俺もなんかサムネのなんか画像の切り取り教えたら、なんかスタバの500円券もらったよ。あ、マジで。キャナイから。その辺割とちゃんとしてんのね。東戸塚フィールドに到着です。いや、いいっすね。ここ昔マリノスの練習場だったよね。あ、そうそうそう、天然芝だったからね。横浜 FC も使ってたよね。ここで中澤雄二選手のサイン、俺小3小4の時にもらいに来たもん。おー、この隣にさ、あの、ゴルフのさ、打ちっぱなしとか、そのゴルフ場があるの。はいはいはい。ちょっとやっぱさ、俺も大人になってきたからさ、そろそろゴルフとかね、やってみたいななんてね、思ってんだけど、ゴルフってなんかお金かかりそうじゃん。一本いくらみたいのがさ、なんか十何本とかあるんでしょ。ある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 。それ考えるとちょっと始めれないよね。ゴルフやってる方、もしそのいらっしゃったら、ゴルフのここがいいぞってコメント欲しいっすね。もしかしたらジャイアントゴルフ始めるかもしれません。ってことで到着です。到着。顎までだよ、自衛隊は顎までだよ。自衛隊は顎までだよ。顎まで、顎で、もっとゆっくり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 。おい、ガチだ、自衛隊だ。おい、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 シーン。おい、顎つけて、ゴー。おい、ロー。はい、その場に立て。あれ、元自衛隊。元自衛隊です。あ、すげえ。元自衛隊です。タスクです。こんにちは。左ハーフ。今日左ハーフですね。何人の左ハーフ。公式戦前に、あの、今左サイドハーフ4人で争ってます、ね、やば。今日みんな同じ時間出るの。今日もうみんな筋トレです。25、25、25、25。あ、じゃあもう活躍した人が、もう日曜日試合。そうです。あ、じゃあ今日はじゃあ三笘、細貝三笘を。はい、ちょっと皆さん見ててください。切り返し、騙されないでくださいよ。あれ、ヒユ、はい、怪我？捻挫しました。あ、捻挫した。今年は捻挫しないって言ってたのに。いやー、ちょっと無駄回収が早すぎたんですよ。やば、もうこれでなしです。この1回で、今年はもうなしです。もうなし、マジで。最近スタメン定着してきたじゃん。いや、してないっすよ、かわされてるだけっすよ。え、かわさん、え、だってもう、試合しよ。誰、誰、おい、翔吾。おい、変なパス回すなよ。しかもダイレで。一回トラップしてから考えてる。ジャイじゃなかったのね。ジャイじゃないじゃん。サトシだった。全然サトシじゃん。カモン。天皇杯前の緊張感ある試合、横浜武尊勝利できるのか。交互期待。前半開始。Go on! Go on! Go on!
神ナイス、神ナイス、おはるすきぱ、いやー、最近露出が増えたタスクです。いや増えましたね、うん、ありがたいことに社内の分をね、はい、ちょっと補わないといけないんで、はいはい、後半失敗しても成功してもあのいいんじゃないかってい こうチャレンジャーな精神を持てると展開ですので一点決めて今週の公式戦出れるように頑張りたいと思います。ちょうどねあのカメラ前ですので、そうですね、はい、下手なプレーできないんでしっかりあの楽しませられるようなプレーしたいと思います。はい、お願いします。頑張ります。ありがとうございます、まあ、とりあえず 2-2 行こう。そうだね、 2-2 行きゃ延長 PK だから。あ、後半開始、うん、今シーズンどうですか、あのコンディションは、仕上がりは。100です。 100? 今怪我ない。怪我、いや怪我はある、ある。まあそんなもんよね、やっぱ40代にもなるとね。いや30代、今ある30代。え、45じゃない。いや45じゃない。あ、45じゃない。まだ30代。今年何歳？39。いやもう実質40やね。いやまだ30代。30代、まだ30代。セットプレー、おい、え、なんでね、来た、来るか、クロスじゃない、あ、やばい、あ、やばい、おはーい、おい、おい、あ、ラストだ、ラスト、おいしょ、おー、すごい、お疲れ様、はい、お疲れ様です。今日は0点ということで得点がね、はい、ちょっと生まれなかったですね。そうですね、ただいま時刻が11時14分と、あら今日祝日なんですけど、この時間はちょっとね、うん、もう飯食ってる場合じゃないと。そうだね、もうミッドナイトですね、はい、私家にハヤシライスがある。あ、私はじゃあちょっとレトルトのね、ハヤシライス食べたいというふうに思います、はい、来週から天皇杯予選が始まりますので、こちらぜひね見ていただければというふうに思います。ういということで、チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。ではどうでしょう。